画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライト、なんかすげえ向こうに偏ってんな。何あのトライアングル。面白。というわけで今回は、機械学習という、シンギュラリティのパーク持ってきました。まさかね、私もね、話題になってる躊躇の強制より先にこっちのパーク持ってくるとは思わなかった。よいしょ。こちら、発電機を蹴ると侵害状態中状態になりまして、発電機が。よいしょ。今、かかった？かかってるな。よいしょ。メグしか触ってないんで、汚れた発電機は。おっ、巻物取りたい、巻物。早めに。あっ、早めに巻物取りたいのよ。板はいいんだけど。ほんで、メグここか。スマートなやつやめて。うわ、スマートなやつやん。見たらわかる、スマートなやつやん。いや、ここ蹴るか。ここに立ち入れるよりもさ、大切なことあると思うんだ。うちの3台守ろう。で、まあ、侵害状態になった発電機が、通電すると、通電した場合、おあんな音鳴るんだ。通電した場合ですね、よいしょ。通電した場合、足がね速くなるっていう、そういう効果があるんですが、巻物あったらめっちゃプレイが強いんだけど。あ、待って待って待って、ちょっとさっきもなった。いやりや、いやりや。よいしょ。つなぐり。ほんで釣ろうか。うえ。オイルオーバー？違うね。よいしょ。ほい。とりあえずここより先に、あーっとさ、これで足が速くなる。しかも探知負荷もつくんだね、これ。初めて知ったわ。はい。今もうローリーわけもわからずだね、多分ね。メグ反対側行ったんじゃないの？来てた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 。あっ。ちょっ待って、なんか。よいしょ。なんか飛ぶな。いやー、いいな。機械学習。一発だったけど、すごく絶大な効果を発揮したよ。
よいしょ。メグ釣りに行っちゃうともう試合終わっちゃうんだ。終わらしてもいいんだけどさ、なんかまだちゃうなって感じするじゃないですか。こういう時にもう一試合取りに行こうじゃなくて、もうこの試合を動画にするためにわざと引き延ばすのが私です。よいしょ。あ、待って。あ、ま、うんうん、つ、ちょっとこれはキーボード、キーボードさん、キーボード動け、キーボード、おやこれはこれでハプニングとして面白いよね。よいしょ。あ、このね、機械学習のね弱いところはね、やっぱもうつきそうな発電機を見極めないといけないってところがね難しいんだよな。本当に巻物どこよ、招待状。料理釣ってないわ。よいしょ。あ、あ、巻物。あ、これさ、サバイバーでやってた時もさ起きたんだけどさ、ほんま何これ。ディストーション？あ、普通に離れてた。よいしょ。メグが救助来た。いや、巻物、我巻物を干す。あ、あった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 。あれか、ちょ、今回ね、あれなんですよ、間違えたというか、テラーミスに変えるの忘れたんですよ。なので、なのでね、あれ、フィルミの我慢ってあれなの？板壊せるわけじゃないんだ。よいしょ。よっこいしょと。これメグ釣ると終わりだっけ？ミンちゃん釣りたいわ。クローデットがさ、即死したせいでさ。ミンちゃんどこ行った？あ、いた。クローデットがね、速攻で追い気になられたせいで。速攻でね、追い気になられてしまったせいで釣りポイントがもらえないんだよな。釣るたびにね、1250ポイントですが。よいしょ。
お、よいしょ。いや、寺は見つけてくるべきでしたね。ほんでなんかトライアングルは無効化されてしまったが、奇跡的に子がついている。おお、そうか、スマチャクか。そういや、そうだった。レグ一度も洗ってないのに、かわいそう。よいしょ。ほいほい。チェイス中しか板割れないのか。これで戻ってミンちゃんを躊躇の強制しよう。まだか、躊躇の強制来た。イラプー、はい、イラプションと躊躇の強制。いや、もうここで刺したんだったらええやろ、もうこれで。ローリー、あー、終わっちゃった。あ、起き上がる。ローリーも痛えな。面洗う向こうだね。エミ一人だけめっちゃ洗ってるんだけど。いないな。もう釣るか。釣っちゃいましょう。よいしょ。ローリー釣って、閉じた後のゲート戦のこととかミンちゃん考えてなさそうだね。お、起き上がる。
ウィンちゃん狙いかな。普通にメグつけきりそうで、それだったら躊躇の強制しとけばよかったなって話なんだけど、あ最後躊躇の強制いくか。いややってるの上、まあ、そこの板はまだあるのか。おお、こっちで読み合うか。というわけで、はい、躊躇の強制じゃないわ機械学習、機械学習でございました。まだちょっとね、あの巻物の招待状のね効果をね活かせるほどキラーやってないんで、もうちょっとねうまく使えるようになりたいですね。で10釣り？じゃあ9か。というね、機械学習プレイングでございました。おお、天うまいね。やっぱり私テラーミス炊いてないんだけどめちゃくちゃ得点美味しかったです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。